皆さんこんにちは。静岡産業大学情報学部の山崎俊介です。古林真帆です。金田翔太郎です。このコーナーは私たち静岡産業大学生が藤枝の魅力を発信していくというものです。今回の三大 TV のテーマは絶景インスタ映えスポットです。これから迎える紅葉のシーズンにぴったりな絶景ポイントをご紹介していきます。それでは早速静岡産業大学生のアンケートをもとにランキングを作ったので見てみましょう。せーの、どうぞ。今回も一応蓮華池公園なんだね。ね、静岡産業大学生大人気の蓮華池公園ですね。滝がね、多かったね。結構そう、2位3位とね、結構滝関係のスポットが多いんだけど、あの2位の滝の谷不動橋って知ってる？知らない。調べたところによると、もみじの名所として知られていて、11月には滝の谷不動橋もみじ祭りっていうイベントが開かれてるみたいなんだよ。絶対インスタ映えするじゃん。紅葉のシーズンにはちょっとまだ早いけど、行ってみようか。いいね。じゃあ行ってみましょう。ゴー！いや、自然豊かだね。そうだね。ね、でも紅葉シーズンがまだだからちょっと赤くはないね。そうだね、まだ緑の世界ですね。じゃあ早速行ってみようか。よし、ゴー。滝の谷不動橋は静岡県藤枝市を流れる瀬戸川の支流、滝の谷川の上流に広がる峡谷で、岩肌に高さ10メートル、幅7メートルの不動明王座像が刻まれていることから不動橋と呼ばれています。毎年11月の最終日曜日には滝の谷不動橋もみじ祭りというイベントが開かれ、多くの観光客でにぎわいます。インスタに映えするやつをね、ちゃんと探しに行きましょう、うん、そう、上見てみるとね、いい感じでこう、綺麗な感じになってすごい涼しくていいね、やっぱり、ね。本当だ、なんだろう、どこ入ってんのこれ。周りにも結構石があって、ポツポツあるしね。そう、ポツポツ石があって、意味があるやつ。遊歩道に置かれた石のオブジェ、これは藤枝市出身の彫刻家杉村隆さんの作品なんだとか。中には面白い形の作品やいろいろなポーズをとっているお地蔵様もあるので、これを使ってインスタ映えを狙うのもおすすめです。今回紅葉を見ることはできませんでしたが、たくさんのインスタ映えする写真が撮れました。ちなみに秋が深まるとこんな風景が楽しめます。峡谷全体が赤一色になって絶景なんですよ。この秋はぜひ滝の谷不動橋にお出かけください。いや、紅葉はまだあったけど、インスタ映えするスポットがたくさんあった ね、たくさん写真撮った、うん。では今回探索した中でのベストショットを発表していきたいと思います。僕の撮った写真はこれです。はい、やっぱ景色も良かったんだけど、やっぱ被写体がいいからいい写真が撮れました。嬉しいです。これが僕のベストショットです。はい、次上林さんお願いします。はい、私はお地蔵さんと山崎くんのツーショットです。すごく可愛く撮れて、お地蔵さんがいいね。お地蔵さんもいいね。はい、これです。俺はこれです。道路、ちげえわ、すごい綺麗に生えてる。苔、苔が綺麗なんだよね。すごい、見つけられなかった。綺麗だなと思った。あ、すごいいいね。ということで今回は滝の谷不動橋を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ遊びに来てください。そして最後に一つお知らせがあります。11月17日土曜日と18日日曜日の2日間、僕たちが通う静岡産業大学の藤枝キャンパスで文化祭が開かれます。一般の方の参加も大歓迎ですので、ぜひ遊びに来てください。そして次回のテーマはスイーツの街藤枝です。藤枝といえばサッカーや皿などでも有名ですが、スイーツの街としても有名なんですよ。それでは次回もお楽しみに。